アゴラジオの時間でございます。お相手は私、アゴラ編集長の新田哲二と、宇佐美のりやでございます。よろしくお願いします。ということで、もう間もなく、今日収録日の、翌日から雨が降る予報で、あ、本当ですか？もういよいよ、梅雨入り、今日収録日の今日は九州地方が、梅雨入りしたそうなんで、もう関東もおそらく明日明後日ぐらいには。いやだから嫌ですよね、雨ってね。何が嫌って保育園の送り迎えだよね。ああそっか、保育園はもうそうか、行かせたの送り迎えって送りだ、送り。あ、うちもまあ確かに、あ、そうか、うちもあの子供同じ年なんで、そうだ、うちもあのなんか預けたりする時あるんであるんですけど、確かにベビーカーで行けなくなりますからね。確かにそうですよね。ずっとおぶっていうか、あの抱っこしていくの。そう、泣くんだよね、したらね、やっぱね。まあでもまあ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 、なるほど、その程度の話ですけど。まあでもちょっとね、確かにあの子供を持ってる世帯で預けに行くあれを考えたら、確かに雨がちょっと、確かに、そう、梅雨はこれからちょっと本番ですね。まあそんなようなこんなことございますけども、さて、もう今政治関係は、まあちょうど実はこの収録日の翌週が米朝首脳会談、まあ結局一時期やらねえんじゃないかと、今回このアゴラジオ前回収録終わった後、ね、一回トランプがやらねえって言って大騒ぎになって、で北朝鮮が全面抗議してやっぱりやらせてくださいだって、でそれで結局やるということで吸ったもんだがあるわけでございます。なんか、うん、で北朝鮮の軍のトップ3が更迭されて、そう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 とかいう話があって、あれは多分だから責任取らされたんでしょうね。うん、でしょうね。怖いよ、怖い国だなと思って。いや、なんでもありだね。怖いな本当に。だから強硬派をねパージしたって、あの昨日の段階で韓国で報道されてて、まあ、軍の幹部が強硬派が一応左遷されたとか、左遷されたか粛清されたのか分かんないけど、怖いな。まあ、とりあえず表向きは一応融和路線ということでですが、まあとはいえ反面ですね、金正恩氏の外交交渉について、まあ、評価する向きもありまして、まあ、こういう意見も来てます。米朝首脳会談、核保有の勝利ですね。金正恩は極めて有能な指導者だと思います。北朝鮮もおそらくイランも核廃絶の見返りに安全保障するとのアメリカの還元に乗り、ロシアの侵攻を許したウクライナの鉄は踏みません。彼らは絶対にアメリカを信用しません。中国ロシアをバックに経済も立て直すでしょう。戦国時代の到来です。まあこの前のロシアがね、ロシアのラブロフ外相が来たんで、前もほら中国に突然立て続けに金正恩氏が行ってからまた強気になってアメリカに怒られて、またその間にまたロシアだったってところで、なんか密会すると何が起こるかよく分かんないんで、なんかどうですか、宇佐美さん、金正恩のこの外交手腕についてはなんかどんなふうに見てますか。なんかいや、まあそれ外交は、いや金正恩がうまいのか分かんないですけど、北朝鮮の瀬戸際外交っていうのは、まあ、手慣れたもんですけど、まあ、今回でもちょっと言うてもやっぱアメリカにやられた感はありますよね。まあ、トランプが、まあ、アメリカっていうかトランプですよね。オバマの時だったら逆にオバマやられっぱなしだと思うんだけど、さすがその辺はさすがにトランプのビジネスマンで交渉上手というか、まあ、その辺は向こうの話なんだけどさ、日本としてどうするかっていうのはなかなか悩ましいですよね。これは今非常に問題になってますよね。だから今本当に言論が結構二極化してて、まあ、アゴラの名前挙げませんけど安倍満政の人もいますし、安倍外交は圧力かけてきたから、トランプも全部これは安倍さんが全部アドバイスしたんだみたいなぐらいで勢いで言ってる人もいれば、逆にね、もう蚊帳の外だからバーカバーカみたいな、ね、安倍さんを最初からディスるありきみたいな、ね、両極化してますよね、なんかね。でもなんか、これにこれでね、首脳会談がうまくいったら、なんか国交正常化みたいな話になった、米朝でとかそういう話になった時に、一応日本は韓国を朝鮮半島の唯一の政府としてるわけじゃないですか、どうすんのかなと思って。いや本当そうですね、であと現実的におそらく今後の展開によっては本当にもう何人か専門家から指摘はされてますけど、要するに日本の安全保障上防衛ラインがですね、対馬海峡まで降りてくる可能性とか、本当に在韓米軍撤退とかで万が一なってしまったらですね、ちょっと本当にそういうことも現実的に考えていかなきゃいけない段階で、地図が変わりますよね。だからやっぱり、なんか 今まで通りっていうふうにはいかなくなりますよね、日本も、っていうふうに思いますけど、ね、だから本当にすごい
この辺のところがね、ちょっと今ね、ちょっと本当にあの言論が極端にその正しくリアリティを持って外交を考えていくという上で、今ちょっと言論空間が本当にね、なんか安倍外交慢性と安倍外交超ディスリーみたいな二極化してて、結構ね現実的に言ってくれる人っていうのがね、ちょっとなかなかあの声が目立たないところがあるので、なんかこの前だから、うん、アベマプライムで、はい、うん、国民民主党の玉木さんと会った時 は、ね、った時は、うん、いや俺が外交の正論を言ってくんのみたいな感じですごい張り切ってましたけどね、うんうん、そういう中で、いや本当あの玉木さん本当にあの、まあ、最近ちょっとアゴラでちょっと評価したからすごい、いや玉木さん最近なんか僕のインスタグラムをフォローしてくれたんですよ僕のインスタグラムなんか全然ほとんど更新してないで、よほど嬉しかったんだろうなと思って、なんかなんかあれですよ、アベマプライムも他の予定キャンセルしてきたらしいですから、ね、なんかネットにすごい期待してるんですよ、なんかね、うん、まああのまだね玉木さんのあれに対してはすごいあのネット用の皆さんにとっても結構二極化してて、あのまあ玉木は信用できないという意見もあれば、まあ見直したという意見もあって、まあ、まだアンチ玉木の人たちはアンチの比率は相変わらず高いんだけど、ただこの間の国会質問でね、あの盛りかけなくし盛りかけあえて外して、うん、あの絞って、あの通商問題とかに絞ってあの言ったっていうのは、まあ、そこは非常にあのなかなか良かったんじゃないかと思いますね、うん、まあでも難しいですけどね、 あんまりそのリアリティ現実路線にあんまり特化しすぎると、なんか、まあ、ある意味維新と似たようなところあるけど、やっぱり与党なのか野党なのかっていうところのポジション取り、うん、そこ そのどうしてもなんか日本の政治だとなかなかその極論で結構見てるところあるから、なかなかその野党支持者がもう与党支持者もそれぞれ困惑させてどっちつかずになっちゃうみたいなところも、やっぱ政党の名前で勝てないですからね、うん、選挙が強い人が集まるっていうふうにならないときつい党ですよね、うんうんうん、確かにこれはね本当に今あのそこがだから本当に次の来年の参院選およびその後の衆院選、うんうん、が本当に生き残れるのか、今そこが最大の目的は、うん、もうね状況だと思うんですけど、本当にまあただもう失うものないんでもう、うん、これはあの池田も散々書いてるし私もそう書いてますけど、もう失うものもないんで、もうどこまで振り切れるか、うん、もうそこだと思いますね本当に。だからまあそういう意味ではあの、まあ、やっとあの良くも悪くも民進党が左右分裂してくれたわけで、いい意味で循環されたと思うんで、うん、あのまあちょっとあの同じねちょっとゼゼヒヒの維新とまた違うスタンスで あのリベラル発のゼゼヒヒ党が別にあってもいいなと思うので、うん、まああのまあちょっとしばらくはまああのねまあ生温かくいやなんか見守りましょう。玉木さんのキャラもね、なんかやっぱ いじられキャラで可愛げがあるというかそういうふうに思いますしね、みんなにいじってあげるといいんじゃないかと思いますけど、結構あのなかなかそういう意味ではちょっと意外と、ちょっと昔はなんかエリート州の雰囲気もなかったけど、最近ちょっとキャラ変してました、ね、キャラ変してなんかあの深川亮を思わせるキャラクター見ましたよねちょっとねキャラ変してきましたね、なんかね、なんかそういう意味ではなんか迷う意味だとなんかあのなんかそういうのがエリート州が抜けてきてあの親しみやすくなってきたと思うんで、うん、まあそういう意味じゃまあちょっと最近あの僕もフェイスブックフレンドにもなってくれたんで、ちょっとまた今度機会があればちょっとどっかあの言論アリーナなりなんなりでちょっとまたお招きしてみたいなと思います、うん、もう一個、米朝首脳会談はもう一個いきます、米朝会談の件ですが、テロリストと交渉しない建前のアメリカが北朝鮮の独裁者と交渉する理由を解説してください、ビンラディンや、ザルカウィ氏とザルカウィとキム・ジョンの違い、核兵器だけでしょうか、まあ、ちょっと専門じゃないなとも言えないんですけど、あのまあテロリストと、まあ、まあ一応ねテロリストってかつてはねテロ国家として、まあ、まあ認定してきた経緯もあるので、まあ、そういう中であの過去と その整合性と考えると、まあ、微妙な部分もあるんですが、まあ、ただビンラディンは国家じゃないんでね、あのアルカイダ国家じゃないんで、まあ、一応キム・ジョンは一応承認していないとはいえ一応国なんで、まあ、その辺の違いと、まあ、なんといっても核兵器、まあ、地獄にミサイル、うん、本当にあの核ミサイルが飛んでくるというところからやっぱりいろいろ、まあ、北朝鮮側としてはアメリカとの二国間交渉にやっと長年の悲願持ち込みつつあるのかなっていう感じはあるんですけど、うん、どうですか。もう国連加盟国ですからね、うんうん、まず大前提として、うんうん、でその上であの核不拡散条約にこう持って抵触する状況を、うんうん、まあ、
北朝鮮側が作り上げてきたっていうので、うん、まあ、そこ本気でアメリカとしても対策取らないとっていうことですよね。だから核不拡散って安全保障で一番大事なテーマなんで、うん、まあ、アメリカとしても何か手を打たざるを得ないっていうことで、うん、まあ、イランも含めて、うん、まとめて対策に来てますよね、うん、でなんかやっぱイランとかの対策うまいなと思うのが、なんかイランにうまいなっていうとまあ良くないかもしれないけど、うん、そのイランに対してその核合意の見直しを要求して、うん、それに応じない、うん、あ、それにまあこう追随しない EU 勢に対して通商的な制裁を課すみたいなことをするから、まあ、そういう画伝飲水でうまく政策作り上げてなって感じはありますよね、うん、トランプもさすがだなと思いますけど、そういうところはこれはね、最近だって、雇用とかも空前にいいらしいですからね、うん、アメリカの、だからもう、そうそう、だってあの失業率はついに最も史上最低クラスかなんかでしょ、今で賃金も上がってるらしいですからね、うん、もうこれなんか絶句するほどいいっていうふうにニューヨークタイムズかなんか書いてて、うん、なんかもうアメノミクスをさらになんか上回る、なんかすごいトランプのミクスになってて、うん、いやまあなんかこの辺は結構ね、トランプはもう相当積極財政主義で、もうガンガンガシガシもうあの投資するところにはやりますっていう話になってたんで、うん、まあある意味やっと本領発揮してきたなっていう、うん、あの感じなんでしょうね。まああのまあただ改めてやっぱりあのじゃあ日本どうするのかってなった時に、ね、まあここはいよいよちょっと来週以降あのまあ無事に会談が行われた後ですよね。そうですよね。ね、まあ本当にそこがいよいよ本格的に日本はどうするのか、まあ多分どうやら一部報道でなんかねもうあのまあ北朝鮮と一応あのまあ、ある程度平和にお付き合いしていくという方向が決まったら、あとはお金の方は日本と韓国よろしくねみたいな、ね、請求書回ってくるでしょ話が出始めてますからね、絶対回ってきますからね、うん、請求書、あ、ここで日本がいいダクダクと、ね、じゃあ請求書通りに支払うのか、いや、まあ、やっぱ拉致っていう問題がねやっぱり譲れない部分もありますので、まあ、この辺を含めてですね、まあ、要するにまあ安倍さん慢性でもなく、まあ、かといって安倍さんディスリでもなく、やっぱちゃんと現実的にどう向き合って、うん、あの守りながらやっていくかというのは、国益をいかに確保していきながらやっていくかというのは、うん、ちょっと建設的に国会も盛りかけばっかりやったら、本当今こそ議論してほしいんですけどね、本当にね、うん、まあ うん、ものすごいこうものすごいシンプルというか、なんかこう、うん、まあ、プアな発想で言うと、うん、まあ拉致問題解決 してもらって、うん、で、まあ、核の問題はアメリカに任せて合意に従って放棄のロードマップを、はい、うん、書いてもらって、うん、で経済協力だったら多分石炭の輸入とかから始まるんでしょうね、うんうん、でまあそんなうまくいくかなっていうのはあるんですけど、まあ北朝鮮としては虎の子の体制、あの、まあ、核を守りながらいかに体制保障という最大の国益を あれしてもらうかが一番だと思うので、まあ、そこををいかにいつタイミングでそれぞれお互い手持ちのカードを切り合っていくかっていう部分だと思います。あの、まあ、案外新潟とかキーですよね、うん、うん、そうですね。そういう意味じゃ本当になかなかちょうど選挙ですけどね、うん、あ、その新潟の知事選話聞きます。筒井さんです新潟県知事選の件、振り子は戻るもの、オバマ・トランプみたいに、フォアグラとかタイ料理とか変わったものを昼に食べたら夕食や和定食が欲しいようなもの、まあ、ちょっとよくわかんないですねよくわかんないですけど、まあ、ちょっと新潟はまあ多分これちょっとあの新潟 あの選挙が今与党がややリードっていう報道があるんですが、まあ、ただ現実問題として、あ、今度は夏合宿、ゲストで来ていただくあの米重さん あの JX 通信社の世論調査だと無党派層、まあ、一応横一線、まあ、かなり激戦ということらしいんですが、無党派層ではあの野党陣営の池田候補があの支持を上回っているということで、まあ、今後あの一般的に選挙っていうのは選挙終盤にかけて態度未定層があの、まあ、無党派層とかが態度決めていくと考えると、まだあの与党候補 あの与党側 あの花積さんはまだ油断できないだろうという状況だと思いますが、新潟、そう思ったより当初僕ね野党が近年強いから苦戦するかと思ったら、あの花積さん意外に、いや、もっとだからまあ野党統一候補がまあ、うん、失態がちょっと情けなかったんでっていうのはあるんでしょうけどね、うん、どうなのかな、まだ分かんないですよね、うん、やっぱ言うても柏崎原発の話がメインになっちゃうから、うんうんうん、その慎重かすごい慎重かみたいな、うん、そういう争いになってますけどね、うんうん、
これ勝ったらね、本当にあの名護の市長選について与党はやっぱあのある種結構あの沖縄知事選に向けてまたさら大きいでかなり弾みですよ。でもやばい、これ負けたらもう安倍政権きついって言ってましたね、自民党が、あの議員が、ね、もう戦えないって言ってました最近、そういう意味じゃ官邸とってはもう最後の主力を尽くして超一生懸命ですよね。主婦層がついてこないって言ってましたからね、自民党の議員が。なるほど。だからもう次の選挙これで負けたら安倍参戦はきつくなるんじゃないかって言ってましたけどね。だそういう意味では本当にあのまあ本当にまあね、まあ、大体重要な知事選って、まあ、負けても大体負けた場合パターンは初戦地方選ですかといって切り捨てるのがいつものお約束なんですけど、今回はちょっとなかなかそうも言ってられない、まあ、おそらくそういう永田町および政治の報道でもあのおそらく政局にしていこうという雰囲気が出てくる可能性あるので、まあ、本当にそういう意味では一知事選には終わらない可能性は全然ありますので、そういう意味ではちょっとますます注目といきたいところでございます。まあ、ちょっと選挙の分析はまた次回の、時でもやりましょう。だって最後、最近はまたこの間宇佐美さんが共演した田畑さんが炎上してますけど労働関係とかで過労死とかで炎上してますが、まあ、コープロですね、コープロ、コードプロフェッショナルですね、コープロは将来もっと低賃金の層にも適用されると心配されているようですが、底辺層向けの残業代支付払い制度は、一人親方、かっこ請負いという形ですでに運用されているので何を今更って感じです、視聴率も取れない票にもならない労働問題についてはリベラルも興味がないんだなと思います。なかなかちょっと辛口のコメントでございますが、うん、まあちょっと私ちょっとあんまこの問題詳しくないんで別に生産性時間給にとらわず何ていうの中身でちゃんと問うっていう当たり前じゃねえかっていう知的労働系の仕事はそれは当たり前じゃねえかと思うんですが、どうですか今のご意見について何かありますか。まだコープロは何かこう基準が多分その、ね、年収メインになると思うんですけど、年収そのコープロが適用される年収を決める、うん、そのまあ、まあ法令が省令なんで、うん、だんだん下げていくんじゃないのっていう、うん、そういう指摘があって、うん、まあ、それはまともですよね。でまあ、コープロになるとその労働、うん、まあ、労働基準が方がまあ緩和されるっていうか、まあ、うん、そういうふうになるんで、まあ、それはまともな不安ですよね、うん、だからまあそういうのを踏まえてどういうふうにこう付帯決議入れ込むかとかが本当は野党の仕事だと思うんですけどね、うんうんうん、だからオールオアナッシングで勝負してくるから、そうするとかえってねその問題解決につながらないから、そういうところをちょっと見直してほしいなと思うんですけどね。カジノ法の審議もそうなんですもん、あーオールオアナッシングの議論するから、いやそうじゃないんだって、現場はもうちょっと具体的な議論を求めてるんだみたいな感じになるんで、これはもうね安保法制とかまさにそうですよね。あの時は完全オールオアナッシングになって、実は付帯決議あの時やった時はミニ野党が、うん、当時松田幸太さんとかいた元気会とか、次世代とかも今なくなっちゃったとこばっかりですけど、3党ミニ野党新党改革荒井さんみたいな、だからもうなくなった党なんだけど、この当時なくなった3党はやっぱりいわゆる松田幸太さん の言葉を借りると、いわゆるサッカーで0対10で負けるんだったら1点の取り返しに行った方がいいやという意見で、それで付帯決議を入れるようにやったということだったんですけど、なかなかね日本だともう野党はオールオアナッシングでやっちゃうので、この問題も本当に改めて根深いものをちょっと感じさせましたね。そうなんですよ、だからオールオアナッシングなんかそれそう、まあ、反対だったら反対貫いた方がいいんじゃないかって意見はあるのは分かるけど、うんうん、でも通っちゃうんだから、でもと、まあ、通った上で抵抗し続けるってありだけどね、うんうん、やっぱり制度に入れ込んでほしいんで、そうですよね、やっぱり現場にいる人はやっぱこう付帯決議とか参考人証、うん、参考人承知とか、うん、そういう具体的なものを、具体的な成果を求めますよね。うんうん、そうね、今回 IR に関しても、ね、田中さんが連載怒りまくりのブログを書いてますけど、あれひどいもんだって俺びっくりしたよ、あんな制度だって突然出てきたからね。しかしかといってね、野党に対してもすごい結構だいぶ利権
民主党に対してもね、うん、あの共産党に対しても花からテーブルつかないっていうのはどうなんだってことで非常に厳しく批判されてましたよね、うんうん、そうですね、うん、だから本当にあの、まあ、この手の問題って、まあ、今国会改革の話とも結局絡んでくると思うんですけど、改めてなんかあの野党の存在意義何なんですかと。で国民民主党は まさにこういうところでこれからちょっと存在感とか存在意義をね、あのどういうふうに見せていくのかっていう部分だと思うんですけど、まあ、あの結構改めてあのコンプロの問題を含めてはですね、その辺のところが、また問われてしまったのではないかと思います。ということで、アゴラジオ今回は、おそらく次回の週の時は新潟知事選と、そして米朝会談の結果が出てますので、そうですね、これは非常に次回はなかなか、ぜひ次回はツイート、またぜひぜひよろしくお願いいたしたいと思います。ということで、お相手は私アゴラ編集長の新田哲司と、あとあの6月14日に新潮が出る、新潮が出る宇佐美です。あ、すみません、ちょっとそうお知らせ忘れてた、ごめんなさい。まずお知らせ最後、まず宇佐美さんの本が6月14日に逃げられない世代、そうですね、これは社会保障及び安全保障中心に、そうですね、あの我々世代がもう逃げられませんよ、もう先送りはダメですよダメになりますよっていう本ですね、うん、かなり面白そうだな。多分あの、割とアゴラで池田 の割とアゴラの初期のブログなんかをよく読まれていた人たちの世代なんかだったら多分絶対興味を持つ、と思います。とだろこの本のコンセプトをね聞いてる限りはそう思います。ぜひですね、まあ、いい本なんでね、著者が言うんだから間違いないです著者がいい本って言うんですからぜひぜひ、あのアマゾンで買ってレビューをっていう、本当にぜひお願いしたいと思います、はい、それからあのもう一個我々、アゴラは我々はもう登壇いたしますが、8月4日5日にアゴラの合宿をやります。8月初日にの第一部に我々、今回テーマはあのポスト平成の民主主義ということで、うん、まあ、来年もう平成最後の合宿なんですけど今回まあ、新しい見ようになってですね、またどうやって政治のあり方はどうなのか、まあ、いよいよここからがいよいよ日本は本当の意味で少子高齢化、世界最悪の財政、そしてテクノロジーグローバル化という大きな変化を本当に向き合っていかなきゃいけない時代なので、まあ、そういうところに対してどうやっていくのかで、第一部は政治に今大きな良くも悪くも大きな影響を与えている報道とジャーナリズムに関して、政治報道とあのジャーナリズム、ポスト平成のその在り方を考えることで、我々2人と、今ゲスト、まずメインゲストが、来ている、あの先ほど話しました JX 通信社の米重さん、あのヤフーニュースの選挙報道調査のおとおなじみの、彼はいろいろテクノロジーのことをやってますので、あの米重さんの記事とかご覧になったことは、いや、もちろんです。一回ツイッターで喧嘩したことありますから、そうだったのか、そうです、おー、これはちょっとどうなるか見ものですね。ちなみにあともう一人、まあ、ちょっとゲストは調整中です。なるべくあのメディア関係で今ちょっと、この人呼びたいなとか今ちょっと日程調整で今一人お呼びする予定でおります。ということで、まあ、あのどんな感じなのかなかなか見ものなんですけども、あの新しい時代のポスト平成の政治報道について我々が登壇して考えたいと思います。でメインセッションはなんと田原さんと岩田さんが初共演、あ、じゃなかった、30年ぶりの共演、浅生以来30年ぶりの共演だそうなんで、これはですね見ものですね。ちょっと岩田さんと二重国籍の時の田原さんは蓮舫の国籍をしていたんじゃないかって言って、なんかもうすごいエグい記事を突っ込んできたんで、それ以来どうなのかと私ドキドキなんですけど、まあ、今回国籍の話はちょっと多分やらないと思うんですけど、プラスあの浅尾圭一郎さん、元みんなの党第2代代表のお招きして、国会改革からですね、この後の政治のあり方について割と大きな話をですね、司会池田が司会で、させていただくとなります。で翌日は八幡さんの歴史マンダー教室ということで、非常に豪華なラインナップになってますので、ぜひ、こちらも申し込みいただければと思います。ということで、すいません、改めまして、アゴラ編集長の新田哲司と宇佐美のりやでした。どうもありがとうございました。